はい、皆さんこんにちは、ひろきです。さきのです。今日なんですけど、ちょっとね、初めての試みなんですけど、はい、ちょっと僕たちの今習ってる先生のフェデート・フィルチュアとクラウディア・ケーラーって先生がいるんですけど、もう引退しちゃった先生なんですけど、あの先生、まあ世界選手権のちょっとワルツをちょっと見て、もうどこがいいのかっていうのをちょっと解説していこうかなと思います。面白いね。うん、そう、ちょっとね、あのこれシリーズ化していきたいなと思って、うん、僕らの目線で、まあ主に引退した先生のここやばいよねとか、ここすごいよねみたいな、注目してほしいところとかっていうのをちょっとね解説していきたいなと思うんで、ちょっと見ていきたいと思います。そしたら早速なんで、でこれね、あの見る動画は2017年の世界選手権のワルツをちょっと見たいと思います。まあ、あの一気に見るんじゃなくて、ちょっとね止めながらちょっと見ていきたいと思います。止めながら、はい、なんか止めたい時あったらちょっと待ってって言って、okay. いきます。いや、この技見てほしい、マジで早い。もう見てほしいんだけど、めちゃめちゃね、綺麗なのよ。ナチュラルターンっていろいろ方法あるんだけど、めちゃくちゃオーソドックスなナチュラルターンしてて、ベネディットのすごい特徴って、結構ね、あのエネルギーやっぱすごいんだけど、これ本当にね、すっごい昔の動画とかあさったら、あのめちゃめちゃね、すっごいベーシックやってる動画とかもある、うんうんうん、なんかこう、ブラックプールとか、イギリスで出てる試合とかあるんだけど、その動画見たらめちゃめちゃうまいのベーシック、うん、今すっごい難しいステップ、まあ今ナチュラルターンで止めたけど、あのねすごいから本当に、で形もすごいいいのよ、形も綺麗だよね、うん、これね、れない、そう、生で見るとねめちゃめちゃ速くて、もう追えない人が結構多いと思うね。動画とかで見たら一人で踊ってるから、もうマジで見てほしい、すごいから。いくよ、ちょっと戻していくね。こことか、そこはさっきのもそう、この足のね、マジでベネディットってね足すごいの、特にフットワーク、あのね上半身すごいから、結構上半身に目行きがちなんだけど、上半身の持ってき方とか足の揃え方も立てましたとかがマジですごいで、これ技術なんだけど、WDSF の技術ではエクステンションした後にちょっと戻ってこないといけないの。ずっとこうエクステンションしてる状態ってあんまりいいっていう風に言われなくて、変化やっぱりしないといけないから、ボディが。だから、あの見てほしいのは、エクステンションした後のリカバーの仕方とか、で今すごいのもね、もうリカバーの仕方めっちゃすごいのよ。でこういってからちゃんとリカバーしてから次の、わかる？こうさ、スウェイした後にさ、そのままこうスウェイしたらさ、リカバーできない。スウェイしてから一度戻ってきて次のスウェイに行ったりっていうのがすごいのよ、マジで。このリカバーがね難しいの、 WDSF ってやっぱすごいボディ使うから、リカバーできないとそういう意味ではちゃんと評価できない。だからやっぱコントロール力がすごいよ、ね、そう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 、だからエネルギーあるけどそのコントロールしないといけない。だからエネルギーだけある選手って、あのいわゆるそういうリカバーができない、しにくいから難しいんだけど、ベネットってもう多分一番エネルギーあって出したら、うん、けど、ちゃんとリカバーできてる、もうマジこれすごい、本当にって思います、僕は。ちょっと戻っていきますね。ここもだからもうほら、ちゃんとリカバーして、この足の、わかるかなこれ、この足のさ、通り道、うん、本当に足元見てほしくて、ちゃんと寄ってきてんのよ、本当にちゃんと寄ってきてんの、足のリカバーがちゃんとある。そう、この時ね、めちゃめちゃすごいピークだと思う、うん、めちゃめちゃね、多分最後の世界選手権くらいだと思うけど、めちゃめちゃこれやってきてると思う。じゃあちょっと続きいきますか、ちょっと待ってから、このランニングウェーブとかもね、でもホールドとかがね、こういうアクションしても崩れないでも、わかるかな、いやすごい、ちょっと待って、解説ちょっと待って、一回止めるわ、ちょっともう見えちゃった
見えちゃって解説解説できなくなっちゃうんだけど、あのね、アクションした後に本当にリカバーするのがもう何回も言ってるけどすごい重要で、めちゃめちゃダイナミックなアクションした後にその後にどうリカバーするかっていうのがもうベネットみたいな一目瞭然、すごいもうめっちゃやばいアクションするけどちゃんと戻ってくる。これがね意外とね、そのなんていうんだろうな、本当にね WDSF といえばすごいアクションと思うとアクションばっかり見えるのよ。でもリカバーを見てほしい、正直アクションした後のリカバーまで見てほしい。遠足と一緒だから行って帰ってくるところまでが遠足みたいな、家帰るまでが遠足。そうそうそう、だからアクションもやった後にちゃんと戻ってくるところまでやんないとアクションじゃないわけよ、うん、一歩も分かる、一歩もこれで一歩じゃないわけよ、一歩なんだ。そうですねってこと、うん、分かる、俺分かるから。分かるよ、ごめんね、ごめんね。そうでも本当にね、すごいこの2人のこの一体感もいいのよ。だからこのステップとかもね、このステップとかもね、今のステップは私たちのステップにも入ってるけど、入ってるね、やっぱり綺麗ね、綺麗だよね。なんか通り道がすごい綺麗で、なんかこうカットしてない、ちゃんとこう綺麗なこうルートが見える。そうそうそう、あね、これ本当にね、あの俺もバレエ習って、ベネもバレエ習ってるから あれなんだけど、バレエの先生とかがよく言うのが同じところを通るようにしなさいと、うん、だからロンデとかでよく言われるんだけど、同じこの通り道を通るようにしなさいと、だから何回やっても同じ通り道を通るようにしなさいと。これがもう1回目はちょっと小さい、2回目は大きいとかじゃなくて、もう100発100中で、うん、っていうのをやらないといけないわけよ。そういう意味で崩れないよ。もちろ なんかあの音楽性とか評価するためにいろいろ変えてはくると思うのよ、そのタイミングだったりとかやりあの表情とかだったり変えてくるけど、こういうそういう意味ではもうほぼ百発百中変わらないっていうのがダンサーとして素晴らしいところだと思う。気分で変えるのはすごくいいことなんだけど、ダンサーとしてこういうなんていうんだろうな、波があると波が激しいのってあんまり良くないなと思うわけよ、うん、見ててもね。でもいや、いつ見てもうまいなと、どの瞬間切るんだとか、どの試合見てもすごいよっていうのがもうなんかすごいなと思う、これは。確かにっていう感じだね。じゃあ行きますか。でこの足の中揃ってくるのとかね、すごくいいね。っていう感じですね。もうだからね、本当にね、そこを見てほしいっていう。意外とアクションばっかり見に行くけど、目が行くけど、一番すごいのはリカバーするところとか足元とか。そうそうそう。あと足元めっちゃ重要。あの足元が寄ってくる瞬間とか、そういうところで一切こうなんかこうブレがないところっていうのはやっぱすごいなと思う本当に。ベネデットのステップってすごいシャッフルタイミング多いのよ。実際ねやってみたらわかるけど、マジで難しいから。マジで難しい、本当に難しい。よくこれで崩れないなっていう、崩壊しないなって感じ。そう、簡単に言うとね、ステップの歩数が少ない方が当たり前だけど簡単なわけよ、正直。表現もしやすいし、表現する時間があるから、そういう意味ではステップのこと考えなくていいから、表現に時間割けるから結構簡単なんだけど、歩数が多いとステップに追われるの、うん、やっぱり表現のとこまでまだたどり着けないみたいな。そうそうそう、だからね、難しいステップになればなるほどステップのことばっかり考える、表現のところまでいけない。でもね、どの瞬間切り取っても音楽表現が見えるよ、やっぱり。ただたくさん進むとかじゃなくて、ワルツのこうシャッフルタイミングだったり、こうワルツの滑らかにこう進むところっていうのは結構見れるのよ。だからそういうところね、特に WJSF の選手が見てほしいっていう。結構派手なアクションとかばっかりになっちゃうけど、ここマジですごいと思う。あとはもうベネといえばもう顔が、顔の表現ね、もう惚れ惚れするぐらいやっぱかっこいいし、もう見入っちゃう顔を。本当にね、これカップル歴もすごい長くて、でも日本で初めて踊ったんだよね、そのカップル組んで、うん、もうめちゃめちゃ一体感でもあるの。でも本当にすごいよね、2人と もうずっと成長してるところ。現役選手の時に普通はやっぱり衰えていくんだけど、体力面とかエネルギー面でね。でもずっとこう成長していくところがアスリートだなと。表現っていう部分で言うといつまでも成長できると思うんだけど、アスリートっていう意味で言うと結構限界があるわけよ。その
年齢とかで体力とか筋力的な、それがねもう30まあ多分56くらいで引退したんだけど、やっぱり35、6までもうずっと、まあ、基本的に人間ってやっぱ30超えるときついわけよ多分、うん、分かんないけど、それがもうずっと30超えても成長し続けるところとかは遡りながら見ててほしいもん本当に。やっぱりなんかイタリアに行った時にベネとかの踊り込みとかいろいろ見てるんですけど、やっぱすっごい顔真っ赤になるし、うん、すごい大変だけど、それをちゃんと続けて体力を保って、でいいパフォーマンスを常にしているっていうのはもうすごい尊敬しかない。どんな状況でも最高のパフォーマンスを目指すっていう、それがやっぱすごいなと思います。でも結構ねよく見てるから熱く語っちゃったんですけど、今後はねこんな感じでね他のレジェンドの先生たちをちょっと見ていきたいなと思って、僕がもうどういう瞬間がやっぱ好きかっていうのを見ていきたいなと思って、というわけでね今日はねベネットの僕たちの好きな部分とかここ見てほしいよねっていう部分を言っていったんですけど、なんかね見てほしい動画とかあったらコメント欄とかにちょっと書いていただくと、ちょっと多分それ見に行きたいなって思うと思うんで、なんかどれかおすすめの動画とかあったらちょっとぜひ教えてください僕たちに。自分たちもね探すんですけど、もちろんなんか最初はなんかめっちゃ古い動画からいこうかなと、1900何年みたいなおそれで一応なんか ソロで踊ってるやつとかがいいかなと思ってます。変わっちゃうとさ場面があーってなっちゃうから、そうだからできれば一人で踊ってる動画をちょっと見つけて見ていきたいなと思います。というわけでね今日はねこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。